皆さんこんにちはーアリネズミ検証生活です土日金土と特に何も来ず何も来てないような気がするんだよなんか来たかな荷物は来てんでとにかくうち郵便物が多いんでここからおそらく6月はですね3月決算の株主総会の招集通知とかが来るので むちゃくちゃ郵便物開封作業、月曜日多分、うん、むっちゃ多いと思うんだよね。集中日が今年は集中日が27とかになるので2週間前。まあ来週か。えー、そうね、月曜日。まあ来週がむちゃくちゃの郵便物が多いと推測し、郵便物開封作業がね、マジで大変なんです。で、結構、 まだそんな,にさなんだろう,だろう株やってない人からするとそんなにいっぱい郵便物が来るっていうとすっげえ大金持ちだと思われたりとかするんだけど、あのー、お金のほとんど証券会社の株になってるんでもう全然あの大半の株主のやつは金持ちじゃないよ。これってマジに開けづらいねこっから開けてるか悪いのか。 マジに大半の株主は、ほとんどが、株を持ってても、あの、全部、株だから、目先に金がない、みたいな、なんか、超なんか、あれよ、ケチ多いですよ、ケチが。で、そこでですね、私は、あの、ちょっと、TikTok を徘徊し、最近ちょっと TikTok を徘徊するようになったんですけど、こちら、 生活レベル早見表なるものがですね、TikTok で流れてきて、これ15万から100万まで、月収15万から100万までがあるんだけど、月収15万、手取り12万、我慢の連続、生活レベル我慢の連続、月収20万、手取り16万、まあ、これくらいが20、20%くらいが税金取られるので、 まあ月収20万あの手取りが16万節約がメイン月収25万手取り20万生活レベルギリ一人暮らし可能25万で手取りが20万でギリ一人暮らし可能ですよ30万円で手取りが24万あまり我慢せずに住む生活レベル35万円だと手取りが28万円になって少し余裕がある。 35万円これね年収にすると月に手取りがさ0と1,000万ぐらいの人は万月収35万じゃないな月収40万で32万手取りが32万で趣味に余裕が出てくるとかっていうこの32万手取り32万でボーナスがどれくらいかによって。 多分多分1000万円の壁は多分、えー、手取りが356下収にすると45万ぐらいで手取りで言うと36万ぐらい貯蓄を積極的に積極的にはできないよこれ家族がいるかいないかにもよるんでねあ50万円だと 手取りが40万円。家族で快適に生活。えー、快適に、うー五55万円、四4 5万円、ね、月収が55万で、手取りが44万円。これは多分税率がちょっと上がってくるから。子供一人養育可能。えへ、ー、えー、手取りが44万で、子供一人養育可能。これさ、 月に55万も稼いいでないやつこれ安定して年収年収っていうかあの月に55万で月額44万円稼げてないのに子供が大量にいるっていうのはね大量にいる大量にっていうのは日本においての大量っていうのはもう3人以上おかしいでしょみたいなちょっとおかしいでしょみたいなで60万円 だと手取りが48万円車の購入検討、えー、65万円で、えー、手取りが52万円大きな買い物可能、えー、70万円で手取りが56万円質の高い生活ができる75万円手取りが60万円月1贅沢できる80万円月収が80万円で手取りが64万円 住宅の購入検討。え、こんなレベルに行かなければ生活レベルが住宅の購入検討まで行かない。でも実際今さ多分今結構私なんかの時代は20代って住宅を家を買っちゃう相当すごいだったんだけど今はもう結婚してすぐ家を買うっていうのはそんなに珍しくないので 住宅ローンが35年ローンとかで、フルローンみたいな感じを、えー、えあの、組む人とかがいるので、まあ、そんなに珍しい。20代で家があってもそんな珍しくないっていうぐらいの感じになってきてるけど、早見表で見ると、80万円月収がなければ、住宅の購入検討できないどれくらいの家なんだよ。 これも住む地区によって全然違うんだけどちなみにこの下の方の90万円ぐらいまでしか読めないんだよちょうどスクショしたからねで85万円で手取りが68万円教育費に余裕があるこれもプライスレスだよで月収が90万円手取りが72万円気軽に海外旅行かんこれも何とも言えないなこれはあの すごいなんかこれ、これ実際の感じではないな、ね。何にどれくらいお金をかけるかっていうのは、それぞれ、あ、これ上に持っくと結構楽なんだけど、2024とか書いてあるんですけど、あの、ちょっと検証がね、当たらないときは、いろいろな、なんか届いたものを開封していきゃいいかな、みたいな感じです。こちら。じゃーんこれね、結構、あのー、 率がよく株主優待がもらえるあの投資に見え投資額と株主優待額がまあまあ良かったんで取得しましたけどこれマンダムっていう会社なんですねはっきり言っていりますかこれ <laughs> いりますかこれ何これ大体男のイメージがすごい強いんだけど中にはなんかあの女性のものも交えてくれるからまあいいかなみたいな感じ じわっと浮かせてするオチメイク落としですね。メイク落とし。もうね、ババアになるとメイクなんかしなくなってきますよ。うん。だから、肌が意外と綺麗あとね、えせ、ー、野生、こけてる人よりも、太っている人の方が、常に張りがあるんで、若く見える。ポジティブにいきましょう。これは何ギャッツビー ?EX プレミアムタイプデオドラント。 あ、これ脇、脇が、脇がの人脇にやるんだ。脇にやるんだ。ああ、はい、はい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 。使わね脇汗パッドとかもね、あのー、もらったりとかしてるんだけど、使わないね。これは何クリーム、ヘアクリーム、モイスト、広がりを抑えて長続き。これ何ですかルシードエレ、これは男のイメージがあるんだけど、潤い。 もういいやちょっと、あの、キロコにいるかどうか、いらなかったら、あの、ちょっと、うん、なんか考える。<laughs> 考える。これ何これ、取り連れマジなんかこう、まあでも、これマジ取り連れ、普通に箱でいいよこれマジに。なんだこれ、うーん、これはなんだえーと、薬用かさつく肌にニキビ。 予防もオッケーギャッツビースキンケアウォーター。こんなの使うか使うねえよ。男の、男の乾燥対策に。こう、男の人って化粧水使わない人が多いんじゃないですか使う人と使わない人とあの差が激しいと思うけど、あの、バーバーは、はっきり言って化粧水をやらないと、 でょちょしょ今エアコンのリモコン探してるんだけど、ないよ。これさ、あ,あの、つけたり、消したりし,して、調節してるんですけど、今その辺に。ない。困った。マジに。いや、じゃあちょっとポジティブに考えよう。エアコンのリモコンがない時にポジティブに考え。サウナじゃん。みたいな。<laughs> 常に、常になんかあの、なんかがあったとしても、ポジティブに考えを、あの、 こう切り替えられるように、ね、で今いる現状け結構まだ探してるよまだ探してる目で打ってるよまだ動画始めてそんな間もないのにさエアコンのリモコンがないよマジ困ったよ窓開けに行けばいいんだろうけどまだ夜は若干寒いよねだからエアコンつけなくても窓を開ければみたいな感じだと思うんですけど私はうーんなんか除湿したいんだよね除湿 除湿モードでつけたいいかなっていうあんまだからすっごいなんかケチって電気代がもったいないからとかなんかそこまでの感覚がなくてただあの人としてよなんか節水とかあの光熱費なんかは光熱費なんかは人としてあんまりなんかこう無駄にバーっとかやるのはどうよっていう価値観ぐらいな感じですね無駄ななことはしいいっていうね。 そういう感覚でございます。はい。えー、これは何これ。オイルクリア洗顔。40歳からのねっとり油徹底クリア。あ、これ洗顔なんですかこれ。40歳からのルシード。洗顔フォーム。これ男でしょこれ。ねっとり油。あえ、ど、どんな感じ緑茶。 緑茶なんとかとか書いてあるんだけど、なんか男っぽいイメージがあるんですけど、どうすかねこれ。いくら相当なのかちょっと全然、全く想像つかない。これいくらなんだろうちょっと、多分、あの、企業のその、株価に対しての品物の率がいいっていうので、うん。 っていうだけです。なんだけど、これじゃあ、じゃあ、これ使うか使わないかって言ったら、使わねえよ、全部。だから、結局、これは、無駄。で,で、多分、メルカリかなんかに出したとしても、送料とかがあれするから、半額以下ぐらいになんだろうな、とか、なんかそんなことを考えながら、また無駄なものを、ものが増えていくよ、みたいな。そんなこと思いながらですね。まあ、でも、 贅贅沢沢なな悩悩みみっちゃ贅沢な悩みでもこれを取るためにも一応ねただで取ってるわけではないんですよ優待ただ取りとかっていう言葉がありますが一応手証券の手数料っていうのがかかるんで買う時と売る時とで手数料かかるんであの株主優待だけを取る場合は配当金っていうのが、あのー、入ってこなくなるので売買手数料がかかるのでその。 プランによっっててはあの足がが出るるいう感じがあるのでそこのなんかあの、えー、ボーダーが多分1,000円ぐらいの株主優待であればその必死こいて手数料とか考えたら馬鹿くせラインなんじゃないかなって私は思ったりとかするんですけど、えー、で私の場合はですね基本的にあの自分の名義というよりはあのちびすけ様の名義を駆使してあのー やってたりとかするんであの子どもの名義はですね信用の売買ができないので現物で買わねばならずでこのなんていうのかな現物で買うと配当金とかが入ってきたりとかするんで上手にやればですねこう,わらしべ的にう感じですねであんまり儲けすぎると税金とか税率がもううちは。 福祉とかに何かあの引っかかるとかっていうのは一切ないので,で税率がむちゃくちゃ高くなるのであ,のある程度の金額これここここまであの働いたらもうここからは働くのをやめよう的な,なんか調整をしながらやってるあの普通に年末調整とかって言ってあの主婦の方が。 不要家族からはな外れないように調整してるとかそういうのもあるくらいなんかそういうのがさバカなんだよマジに日本の国は働いてる人にさでガンガン税金をさかけて働かないやつを買い殺すっていうのを生活保護をさ渡したりとか生活保護をなんか受給させて働いたら働いた分そのもらえるお金から転引くとかってやってるから 労働意だんだんなんかあのこうえ選挙演説みたいな感じになってきたのでそうすると皆さんが興味を持ってもらえなくなるので、えー、ちょっとあの検証の話に戻していこうと思います。す、えー、今日はですね買い物に来ましたよさすがに冷蔵庫に何もないので何もない残り物とは結構冷凍庫もスカスカになってきました なので買い物に行ってまいりましたが、えー、今、どこが検証がいいのかって言っ,て言ったらですねん各社、多分ボーナスシーズンに突入してくるんで高額な検証をや,や,やってると思うんですよ。だからど,どこに行くかあんまりお金を使わないでどこに行くか。 結構重要になってきますねあと、ただで応募できるやつとか、なんかそういうやつ、ただで応募できるやつ、例えばこ,これです。大谷翔平の。えーこうって言われてもさ、当たってもさ、ちょっと考えちゃうよね。もう私なんかはさ、ポジティブなんで、あうち応チビスケットさ、お前もやっとけってって、あの家族みんな、私だけまだこれ、着手してないんですけど、まだ着手してないんだけど、 一応ですね、みんなで応募しようと思ってリモコンがマジにないマジに価値に熱い、えー、でそうした時になんかもうすでに「いつ正体なの?え」「えこれ9月何日どうしよう当たったら?」とかっつってもう結構バカだよねでうちのさ黒子はさなんかあのもうあのね興味が大谷翔平じゃなくてあの水原水谷水原 どっちだっけ、ね、水なんとかっていうさ人あの人に会えるかなとかしてワク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 ってさ最近ウーバーイーツを始めたんだけど一日でウーバーイーツできなくなったらしいよかわいそうじゃないかとかって言ってるんだけどバカじゃねえのってすんなもうだからなん,か本当になんかうんなんか間違ってるよね。 ちゃんとなんかあの認識してない奴が気軽に可哀想じゃないかとか可哀想じゃないレベルでやばいんでただあそこまでなんかさに何億だって人でサラリーマンの生涯年収でさえさえ2億とか3億とか3億ぐらいこれ上場企業じゃない3億はきついぜ2億とか多分水原水原一平だっけなんか 40ぐらいでしょあと稼げるとしたら30年あるかないかだよ。のスタートの20年が終わっちゃってる状態で障害年収って考えた時に結構2億とかきついと思うんだよね。でも水原は英語ペラペララだぜとかっつって。 うん <laughs> 英語ペッペラでもさ、英語ぐらいできる人が、英語人口多いからさ、そんな貴重価値はないと思うから、ど、え、って、でも二十何、何、桁外れの一桁ゼロが違うお金をさ、弁済しなきゃいけないとかって思って、そこでウーバーイーツで働けるっていう、そのポジティブさは見習うべきだなと思いましたけど、 いや、自分が当事者だったら、マジ借金が27億あったら、ウーバーイーツで返していくっていう発想が、ちょっとマジに、ありえないかな、みたいな。うん。感じで、ちょっと思いました。なんか、どうする自分だったら、でも、とりあえず自分のできることをするしかないからねっていうふうに、なるのかな何もしないよりもいいのかなネタかなとかって思ったりとかしました。はい。で、 えー、ちょっとエアコンのリモコンを後で探すとしてしばし我慢しながらうんあのポジティブに、ね、当たったつもりでさあいつらロサンゼルスに行くあのなんかイメージ <laughs> どうしようとかしてさ言, <laughs> 言ってましたけど何人豪華豪華商品セットを3泊3泊きつくない 行くのにさ、ロサンゼルス多分さ、十何、直行便で行けんのかなこれ。結構ロサンゼルス、アメリカは結構時間かかるよ。結構時間かかるよ。うん。それこそ、ど、何で行くんだろう。うーんと、もう最近全然あの、海外とか行ってないので、全く、 あのどこでとか航空会社とかも結構変遷してなくなっちゃったやつとかがあるんで「あのえあそこの航空会社なくなったんだ」って,だってあれしょキャセイパシフィックとかもないんでしょ私なんかの時代は結構なんかあの「キャセイパシフィック」っていう香港の航空会社はなんか知らないけど大丈夫ってイメージで大韓航空が怖いっていうイメージがあって。 えーと、チャイナエアもちょっと怖いかな、みたいな。で、JAL はもう絶対大丈夫みたいな。なんかよくわかんないけど、でも実際に、あの、なんか、実行数みたいなやつとかは、割と JAL、事故率が高いあ、あるみたいなのとか、もうでもなんか、よくわかんないけど、JAL が一番みたいな感じで思ってましたね。全日空より JAL の方が強かった。で えー、こちらですね私あの稲毛屋で、えー、見つけたんですけど稲毛屋ねじゃーんみんな頑張ろうぜうなチャレが始まりましたうなチャレ今回は今回私がですねあもう6月の何日 ?9 日 ?9 日で初うなチャレっていうことでもう最初の10日間をあのちょっともう過ぎ去っておりますが。 今回ですね。今回私はですね、うなぎかば焼きプレゼントキャンペーンに応募いたしまして、実際に山田のうなぎめぐみ、鹿児島県産うなぎ1尾買ってまいりました。1, 1尾どころじゃないのに、ね、1尾だったら家族でちょっと足りねえかなと思って、2パック買ってきたよ。えっ、ー、とね、2380円のところ、えー、なんか、 1780円だかな。でしたね。この売ってた山田のうなぎめぐみ。山田のうなぎ。いや、え、でも、本当その金額だったのかどうか確認してない。あの、レジのう、うなチャレ、うなチャレなんで、多いお茶を、あ、ちょっと待って、本当に本当にいや、二つ、2パック買ったんだけど、刻んだよ。 あのこれ前回私はこれをうなチャレと並行してえこちらのですね稲毛屋のすこやけ区かなんかだったかな前回が今回は稲毛屋創業124周年あすこやけ区キャンペーンだこれに応募しながら並行してやっててこれまだ16日だからぎり間に合うんですけど。 えー、あまりにも安く800円ずつうなチャレを買ってるとあのー、これねあの合算 OK って書いてあってもなんか何枚までってなんか9枚までしかダメでちょっとなんか800円刻みだとちょっといかなかったような気がするんだよななんか難しかったんだよだから今回は、えー、私はですねうなぎ買いました、はい、鹿児島県産 のうなぎ千七百九十円。これ多いお茶ゃ一本七十九円。鹿児島県産山田ってなって。鹿児島県産山田って書いてあって千七百九十円一尾。買ってみたようなうな茶で実際にこれどどれなの。 どんな感じなのかっていうのを買ってみたんもう最初に商品を自分で買っちゃうっていうそんなにすごい高いもんではない一理でしょそんなにすごいなんか情熱的に よマジにせっかく買ってきたからまず見せびらかさないとって思ったんだけど性格悪いね私も、うん、これです <laughs> いち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 ビニール袋に入れるのは黒子私とちびすけは会計作業に夢中になって没頭してってああもうこれちょっとあの エコバッグに入れといてみたいな感じで頼んだら全部袋の中に入れて11、ね、袋に入ってるんですけどこれですね山田のうなぎこれだから家族で食べるためには2個2個ぐらい買わないとこれ3人で分けて食うって結構悲しいぜみたいな感じで、うん、こ,こ,こ,れこれが景品ですね1尾。 もう買っちゃったぜちちちょっとちょっっっっとと逃げて買っちゃったぜこれ。景品今回はね、今回これが戦略ですからね。うん。<laughs> 何が戦略って。いやだからさ、あの、ヤマタのうなぎ買ったよって。買ったよって。もう買った。ね、うん、あの、多いお茶とヤマタのうなぎ、ヤマタって書いてあった。 山田なのか山田なのか分かりませんけれども多いお茶と山田のうなぎを買ってレシート2000円ぐらい、えー、と正確に正確に言うと2018円ですね2018円のレシートなんですよ、えー、これ2個そのセットで買ってでこのうなぎを買って応募したら当たんじゃねえかって今回はそう思ったわけですよもうね 感情無用の検証が感情無用とか言っていっていろいろ頑張ったんだよ数打ちゃいいとかそういう問題でもないんだよもうこれはえー、稲毛屋が大体店舗数150ぐらい多分あると思うんだよね多分多分こないだ130いくつだったんだよ稲毛屋で今もっと増殖してると思うね稲毛屋でいろいろ考えたんでこれ引き取り店とかがあるからで私前回さ あのクリスマスケーキ稲毛屋攻略したじゃんもうゼロだったのが2個当てて2個から4個まで来たわけよ稲毛屋ちょっとこう飛躍してるこうホップステップジャンプみたいな感じで来てるからちょっと稲毛屋のこう難関のやつもちょっと当ててみようぜみたいな何でもね頭で考えて ちょっと待ってうなぎじゃない検索するのい「いなぎや」「いなぎや」「能力が落ちてくるわマジに」「本当に実力のさなんか自分が持っている今までの全盛期の時の自分の能力の能力値の7かけぐらいでしかパフォーマンスできないところが本当にムカつく」「徹夜とかでてもう無理だもんだ」って。 うん、ちょっと歩けばさ、疲れるしさ、ちょっとどっかなんか行くとさ、もうなん結構もう無理みたいな感じになるから。じゃあ稲毛屋店舗数。店舗数。稲毛屋店舗数って稲毛屋ね結構店多いですよ、えー。現在ですね。130店舗ですね。あ、ちょっと待って。本社東京立川。店舗数130店舗。 2024年5月現在で東京22店舗東京多摩地区48店舗埼玉29店舗神奈川25店舗千葉6店舗ええー、神奈川って25店舗しかないんだへえー、マジにえー、これ合わせて、えー、130あそうなんですかマジにへ、えーえー あちょっと待ってみ。私、稲毛屋の株主優体全部使ったかな。こういう時に出したらよかった。あ2枚使えんじゃんね。あ、まあいい。<laughs> ち,ょちょっと待ってみ。ちょっと待って。稲毛屋。えー、稲毛屋。はい。えー、こちらですね。えー、でもちょっと待ってみ。私、稲毛屋、権利取らないで、 なんかイオンと銅のコーので爆上げした時に売っちゃったかもしんない稲毛屋「さよなら」みたいなもう稲毛屋の100円券とかもうそういう問題じゃなくてえ結構爆上げしたんだよ爆上げした時に「さよなら」って言ってそのまんまかもしれない。ああエコスも、えー、結局株取ったんんだけどなんか権利日の 権利比、権利比を超えた後ぐらいはちょっと落ちたんだけど、また復活して上がってきて、で、プラスで結構プラスになった時に、さよならエコスだってやっぱりエコスいらんもんみたいな、なんかあのお米を選んだんだよね。エコスの100円券なんてあったとしても、まあ1000円使ってそんないけないでしょみたいな感じで、お米にしたんだよね。最近米、結構米の減りが、 早く感じるんだけど子供が食べるからだけじゃない私が食べてるんだなともう無洗米にして洗濯したんだけどさなんか100円券めんどくさくてもう各,各社のこう持ち歩かなきゃいけないのが出すのがめんどくさくてうん何かもう結構東急はだ多分これはねレジが。 混んで差し出すかどうかによると思うんだよね。双鉄ロゼンは単純に何かファンキーに買い物して忘れるっていうパターン。東急は何かあのレジがいっぱいあるから、うん、なんか買い物来てる人の層があんま下打ちしそうな感じじゃないからいいかなみたいな。あの50円高が五0円、千円で50円しか使えないけれども東急は出せる。双鉄ロゼンは忘れる。稲城屋も忘れる。 です、はい、で東京の130店舗のうちの23区これ23区が28に見えてさちょっと待ってみ東京23区だよね5個増えたのみたいな感じで思ったんだけどあの <laughs> ちょっと <laughs> あの <laughs> いや 夜になってくるとちょっとよくね、数字がよく見えてきてないっていう症状に駆ら,駆られてますね。やばっす、ね、!23 区で22店舗だから、これ23区の人は結構なんかないね、店が。うち,ち結構近くに稲城屋ゾーン、ポン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 って、まあ、車がなければ行けない地区に稲際は多いから、ちょっとね、 あのうんまああれなんですけどまあいろいろ試してみてうなチャレ今年はうなぎを買ってみた、うん、あのちょっと研修基本的に感情無用なんでよた話ぐらいの感じで聞いていただければいいと思いますがいろいろチャレンジしてるんですよで。今年は何をやるかと思った時にもううなぎこれ欲しいです。 欲しいけど買いますよ買って食べまして美味しいと思,思っておりますよぐらいな気持ちでいこうと思って実際に買ってみようって思って買って、えー、応募するっていう手,手をねだって、あのー、これ、えーっとね、800円なんだよねこれ間違いないですからさ、ね、稲城屋商品券1000円分ってこのでかい文字で1000円って書いてあるから。 1,000円の方に目がいってしまって多分あのケーマーの人ってその日にスーパーに行ってあのー、検証はがきをなんかこう手に取った時に検証がスタートするから結構あのここ見てないと勘違いしたりとか結構あるんでございますよ。でここ文字が太いから1,000円以上買わなきゃいけないかなって思うがちなんだけどここ。 800円以上で、OK、なんですよで伊藤園の伊藤園多いお,お茶を中心とした伊藤園製品を含むって書いてあるから1個ででも買えばいいんですよよいろいろやってみたよちょっとあの私これルイボスティとか伊藤園のあるんでこれを買ってみたりとかもしたんだけど伊藤園の商品のこの粉系のやつとかあのー。 検証で当たったりとか、あと、伊藤園の株主総会でもらったりとか、伊藤園の株主優待からなんかでもらったりとか、伊藤園は4月決算で、7月株主総会で、でもその辺で、なんか商品が来たりとか、もらったりとかするんで、あの、これ、いまだにだって、もこれ使い切ってないもん。この粉の,の,のやつとか。だからえ、ちょっとこれはちょっといらんなと。で、ルイ・ボスティとかも、 買ったりとかしてこう検証ね全部800円二等円の商品で買って応募しようとか多いお茶いっぱい買いますねみたいな感じで多いお茶を800円買ってみましたみたいな感じでやったりとかいろいろね試してみたんですけど結局今まで一回も当たったことがないのでいろいろ手を買い品を買いで今年はですね多いお茶は1本だけ本分かりやすく多いお茶であとは多いお茶のほうじ茶 カフェインがあんまりとにかく取りたくないので、でも、多いお茶結構飲んでる方です。うん、で、これ、こちら、多いお茶ですね。バーコードをと,とにかく使えるので、お茶くんがなくなったんだよね、お茶くんが。俳句は健在なんで。お茶くんマークがなくなったんで、あれもうおャカポになってるのかな。うーん、ちょっとその辺は、あれなんですけど、この、 ま、えー、あ,あちょっとでもなこの検証の前の前哨戦の米の検証あったじゃんあれ結構バーコードが出てきちゃってあれ結構当たっちゃうベースで出しちゃったからそれ当たってるとまあ期間がずれてるから大丈夫だろうとは思うんだけどさちょっとあのキャンペーン事務局が多分いつもの石事郵便局なんですね。ここのの郵便局の えー、キャンンペーン事務局なんですよ、うん、でこれのあのー、特徴としては、えー、この「受け取り店舗をかけ」書いてあるんでこれレシートの一回聞いたことあるんですけどレシートで買った店舗じゃなくても受け取り店舗をあのそのここの店で受け取りたいっていう店を書いてオッケーっていうのを聞いてるんでこれね両方とも書かせる場合があるんだよ。 クリスマスケーキとかの場合は、買った店舗と受け取りたい店舗と二つ書かせる場合もあるんだけど、もうここ、ぶっちゃけ受け取りたい店舗書いてみたいな感じで、受け取りたい店舗をいろいろ変えてみたりとかしたりとか、買うのを白金代、台白金台白金高のとか白金台かなあのー、ところ、 買ってみたいとかあんなところに住んでる人はさ検証なんかやらないでしょとかうなぎなんか欲しくないでしょ別にみたいな感じで思ったりとかしてわざわざそこをまあわざわざじゃなかったんだよな確かこれくらいの時期になんか行く用事があったんでその帰りにあの買ったりとかしたんだよ。うん、なんかこの時期結婚式とか多いんだよなこのジューンブライドっていうので。 で白金あたりのなんかちょっと結婚式のやる専門の場所みたいなところに行かなきゃいけない用事かなんかがあってあの辺ね結構結婚式をそのなんかハウスウェディングっていうのかななんかあの流行ってんだよ。価格的には 500万か,ら700万とか言ってた300万ぐらいじゃちょっと無理でそこのなんかハウスウェディングみたいななんかもうチャペルかなんかができててあの式もできて会食とかもできてみたいな感じのあのー、やつあそうなんだ今そういう感じなんだみたいな,な結構もうおしゃれーな感じのところうんなんか いいですよすごいなんか音響とかもこうホってこうホッてこう,こう重厚な感じでホテルの宴会場みたいなところと違ってなんかもうその一つのその結婚式のそこの場所を貸し切ってやるみたいな感じであ,あれはねすごい。で結婚式のそのチャペルのあれもなんかこう出た人がそこ。 披露宴もできるみたいなちょっと魅力をね100%伝えられないのが歯がゆいでございますがいやなんかワンランク上のすごいだホテルでも今ちょっと価格がどれくらいするのかわからないけれども100人ぐらい呼んで料理がさまたこれピンからキリまでだったりとかしてまあ美味しいわねこの良かったですねぐらいがやっぱ3万円ぐらいの。 料理ぐらいな3万円だと多分友達レベルがあのご祝儀を包む金額が3万円ぐらいで大赤字レベルなんですよ。 これを結婚式で引き出物とかいろいろなんちゃらはんちゃらとかでもうチャラにしようと思ったら、あ、ケチな結婚式だなみたいな。それ自分が支払ったお金よりも、あの、美味しいものを食べたり、いいものを引き出物にもらったりとかすると、もう一生心にね、残る結婚式になったりとかするんでございますよ。だからそこら辺はね、やっぱりもう100人にして金額をなんかこう、かけるよりも50人ぐらいにして、 こう濃い友達を呼んでいい思いをしてもらって思い出に刻んだ方が私はいいかなと思います。50人で300万ぐらいの結婚式にすればこれね結構いい結婚式だと思う料理が3万円でで引き出物が1万円であと持ち込み料とかなんか払ったりとかしてであのいろいろもろもろの費用とか全部合わせて。 300万ぐらいで50人ぐらいでやるみたいな感じの結婚式が私はいいかなみたいな感じで思ったりとかするんですけどそれなりになんかちゃんと減額四十層ぐらい入れてですねうんやるっていうあのホテルも ABC ってあんのかな ABC ってあってなちょっと名だたなが とったホテルでやれば料理も確実に美味しいかったりとかするんで、あのなんとか会館とかでやるよりもちゃんとしたところでやるとあの思い出がいいでございます。あのこの間キャピタル東京キャピタル東急あの国会議事堂の近くにあるさあの長田長田町だっけな国会議事堂赤坂見附だっけな,なんかあの検証でやってた料理の あそこの折り紙は、まあ、ちょっと価格が安いちょっと軽食のレストランレストランっていうかなんかあのお店でちょっと和食とかあのフレンチとかあれはまた違うところであのもっともっと高級な価格帯の店があったりとかするんだけどもうもうもうああいうところでやればもう心に残るんじゃないかなとでもまあ。もう うーん結構金がかかるかなっていう感じですね,、うん、ね。結婚式、なんで結婚式になったんだろうかんだけは、白金にしてみたりとか、白金の人なんてうなぎなんかさ、この欲しいぞなんていうやついないんかなと思ったんだけど、はっきり言って、でも、この取りに行くっていうことがあるんで、ああ、でも何これそう、受け取りができない店舗。 ララポート、立川ああ、読めねえ。ちょっと読めねえ。ああ、読めねなんか受け取れない店があるらしいわよ。何これ。町田、稲、稲21、町田成瀬店。おー、そうですか。稲毛屋、フードランド、武蔵村山、え残残飯店残、残掘店 暫定点読めねえわ。漢字が読めねえわこれ。ララポート、立川、立ち飛び点知らねえわ。稲21、練馬、東大泉、おい東大泉知ってるよ。大泉学園は知ってるんだよ。実はね、大泉学園は、 あの、杉並のちょっと隣ぐらいな感じで、えー、大泉スワロースポーツクラブとかっていうなんかさ、体操の教室があって、あそこにね、あそこ結構幼児教室の体操部門で結構有名だったりとかするんで、あそこにね、生かされた記憶がね、あるんだよ、大泉学園。結構遠いんだよ。 で、その先かなんかに USA ソロアン教室っていう、またこう、あの、有名なところがあったりとかするんですけど、こちらのよ、あの、あ、多分埼玉地区ソロ、ソロアンあれもやらされたんですっげえ、なんか通うの大変だったっていう記憶が残ってるんですけど、あとは、あの、こっちの方は、神林っていう、なんかフラッシュ暗算に特化した、なんかね、 あのソロアン教室っていうのがあるんですけど、うちのチビすけは全く興味がないみたいでございます。ソロインできるとあのー、結構ね割り算とか掛け算とかすっかり私はできないんですけど、あとなんかなんかよくわかんないけど簿記検定とか取って検定の,あの多分あれは持ってるんだけど多分。 若いすぎる時に撮ったから今はすっかりできないっていうさ意味がないっていうあとそろばんも結構すごいあのランクまで何級とか何段とかのなんか何級を超えたと思うんだよね何級よりも上に行った暗算検定とかもあってやって多分撮ってはいるんだけど小学校とかさ中学校 とかの、あの、もっと中学の、も、わ、若い中学生って1年とか、たぶん、<laughs> 1年とかそれぐらいの時ぐらいの若い中学、小学校ぐらいで、あの、1級とかダンとか、なんか、その辺は取って、そこから、なんか、うん、たぶん中学生の、 年取った中学生じゃなくて何ていうの高学年になってきたら次のステップで勉強しなきゃいけない方になってからなんでずっとやってないと掛け算と割り算がさソロ案ってどうやってやったんだっけみたいなすっかり忘れるんだよやり方がいにできるのはあの見取り算みたいなやついやそれでもね今はもう無理だよ。あの桁数がさありえねえぐらい桁数が多い桁をさやるわけよ。 多分、あれ読む人もすげえなって思うもん今だと。今多分それをなんか緑さん読み上げさん、なんか伝票さんみたいなやつもあって、あれをめくりながらチチチチチチって桁数が半端ねえんだよ。あれも多分できないよあの読み上げさんとかいうのもあって、今読み上げられてもさ、それ何桁なのかわかんねえもんだって、無理。 ただ、スーパーの3桁ぐらいの暗算ぐらいだったら、3桁でどれくらいとかって、約1000円ぐらい買いたいとかっていう時の、あの、脳内で暗算で買うことはできる。だからバシッとこう決められるんで気持ちいいですよ。ただちょっと税率の関係で、あれこれ ?10% とかだったらわかりやすいんだけど、8%とか、 あれこれ8%で来ちゃってますみたいなやつとかあとあの稲毛あるあるなんだけど掲示されている金額とあの買う時の金額と違うじゃんとか勝手にレジで値引きされてるとかっていうのには対応できないんですけど買いながらいくらを目指して買うとかっていうのは意外と得意。 やっててよかったかなとは思うけれども役にすげえ立ってるかなって言ったらそこまですげえ役には立ってないからあのー、でそろばんってですむちゃくちゃなんか長いんだよ一回行ったら納得いくまでいるみたいな感じでさあの40分完結とか1時間完結とかじゃないんだよ。もう好きなだけいていいですよみたいなさなんかもう習字とそろばんは。 好きなだけいていいですよみたいなシステムだからさうっざーって思うわけですよ。ってキリがないじゃんってどこまでやればいいのみたいな。で結局掛け算と割り算が分かってないっていう。同じような人いますかね。あとなんか母規検定あれがね一番意味わかんねわんかでもねあのできちゃう時はできちゃうんだよ。あの中学生の若いいぐらいな の時は無敵だねだから多分あの時期に結構中にいるじゃん天才な人で「あの中学生で司法試験取りました」とかっていうんだから無敵モードであの記憶力とかバシッバシッバシッってきて「取っちまったよっ」でも実際その司法試験を取ったとしてもその次のスペックテップ行ってないから「資格はあるけど何もできないよ」みたいな。 状態ってねあると思うだから資格オタクの時期があっていろんな資格を持ってるけど役に立ててないことの方が多いんでだからもう、まあ、勉強したことは良かったとは思うけどあのー、やっぱり一芸に一芸に特化した方が私はいいなっていう結論がございます。で無駄にいろんなことをやってあなんかこう あーその資格取っててもどうなんですかみたいなさあ「どうなんですか?」ってそもそもさあのその資格を生かした仕事をしてなければ意味ないじゃんみたいなだからね自分が何になりたいのかで取る資格とかで集中してやってその専門性を生かした方が絶対いいと思ってる。うん で自分がやりたいって思わない習い事を強制するとトラウマにしかならないから親はさ労力とお金と失って子供に恨まれるだけっていうね全然良くないじゃんこれもうって思ってるからちょっともうあの響助には「あいつはねなんか習い事してて一番最高に嫌だったのはピアノだ」って言うんだよ。私はイリエリオスケみたいに ピアノもできる泳げるやつになってほしかったんだけど夢 <laughs> も希望もないあいつマジに背泳ぎあんま得意じゃないんだよから見てて「いやだっ得意な入江陵介になるよ」って言ってんだけどねで、えー、まあこうこれをいろいろやっては見たんですけど結局いまだ当たってはいないっていうところで今年はもうそれガツガツいかない。 もうガツガツいかないもううなぎも自分で買えるよって買ったよ美味しかったよっもうちょっと余裕でいこうかなと思いましたこう,もう数じちゃいいやってでもだってこれさ1700ちょっとマジみんなちょっと考えようぜマジに昨年までの私はもう数を打てばあの攻略できるぐらいの考え方も持っていたことはいたんだけどか買ったらこれ1 0 0 元、元値は2300いくらって書いてあったよ。でも、本日は、あの、1700、ちょっと値段覚えてねえ大丈夫かお前。1790円です。書いてあったから、ヤマタのうなぎ、買いまして。なんか、もうね、うなぎはね、はっきり言って値引きされないよ。値引きしないように、あのー、なんか、加工をうまくしてる。なんかさ、 常温で送ってくるさ、うなぎもあるじゃん。え、そんな大丈夫なのって。なんか、これがポイントなんだよ、ね。これ、この、なんていうのこの、な、なんていうのこの真空パックみたいなやつ。これを捨てるが、これをすることによって、この真空状態でパックすることによって、 まあ、賞味期限そんな、あのー、廃棄しなくてもいいよね、みたいなリスクを下げてる。だから無、廃棄しないように、あのー、やってる。でかんで、ちなみにこれ、関東はこういう感じの。蒸してあた、頭はありません。関東は頭がありません。で蒸して、こういう感じです。 これ、名古屋だと、これ、こういううなぎじゃないんだよ。名古屋は切り刻むから。ありえねえよ。マジ。無さねえし、切り刻むし、多分一番最低だね。名古屋が。でお茶漬けみたいにして食う。海苔とかさ、つけてさ、バカじゃねえのっていう食い方をするのは名古屋のうなぎでございます。まだワンチャン関西で焼いて、ね。 蒸さないで、焼いてカリカリで食うぐらいだとわかるけど切り刻むんだよ名古屋バカじゃねえのってほんとになんかもうご飯がまずいからあの、外国人があの来ても「んむむむ嫌だよ」っつってあの逃げるんだよ、うん、だからドラゴンズは強くならないっていうさそういう感じだよだからちょっと今年は今年は <laughs> でバカだねって。 てか <laughs>、もこれ、そんなすごいさ、ほん、これ、あの、これ、すごい、当てるために、ねもう何千円もな、な何千円も使う必要はない、これ。そんな欲しかっ買えばいいから、これ。千七百九十円。ちょっと待って。千七百九十円ですよ、これ。千七百九十円。に、あの、高くても二千三百八十円に書いてあった。二千三百八十円が、本日は千七百九十円。ああ、いいじゃん、買っとこう、みたいな。 感じで 1,、1790円とか2000円ぐらいのものをそこまで当てる必要はねえんじゃねえのって。で、これですね、取りに行く店をいろいろ変えてみたりとかね、なあ白金高輪あたりの人は、白金の人はね、これ、ね、なんか、あの、検証で当てなくても大丈夫でしょうとか。で、一、えー、つの店舗で、おそらく130店舗あるうちの、 80店舗しか当たりが出ないってことは1店舗1人も来ない1つも来ない店もあるんだよだから実際にこの当選品のうなぎが売ってる店じゃないとあ取り扱いねえからダメなんじゃねえの理論もうちょっと発動してですね稲毛屋の割となんかいななんちゃらっていう店は そういうような気がするんだよね、店舗的に。ちょっと一応なんか、稲なんとかっていうのは、橋本とか、相原とか、あの辺に、あの辺稲毛はちょっと手薄なんだよね。稲、稲21とかっていう感じになってて、9時までしかやってないんですけど、えー、うちの近くは割と稲毛やゾーンがあっ,あったりとかして、あの、ちょっと9時までの店とか、10時までの店とか、 なんかなんか刻んでる店はちょっとマジうざいんだけど9時までの店、えー、く 10, 10時半までの店とかなんかその辺営業時間がまちまちだったりとかするんですけど大半の稲毛屋は9時までなんですけどちょっと遅くまでやってる稲毛屋とかあったりするんですけど自分で行けるところがいいよこれ。取りに行かなきゃいけなくてその日に来いみたいな感じだもん。 23日火曜日24日水曜日うなぎ受け取り店って書いてあるからこれ土平日にすっげえ遠いとこ行けますかっていう感じなんで無難に自分の近い店買った店で応募した方がいいんじゃないかなって思います。で1店舗あたり当選数があのーまあ見込めないので <laughs>。 なんかあの検証の稲毛屋って意外と検証はがき置いてあると場所があるんだけどまずあのうなぎのこの検証はがきがないような店はけまああのごっそり持っていくとかっていうのはまた論外として検証に応募しようと思ってピピって取ってって応募するわけじゃん。 検証はがきがもう早々にないとかっていう店は、ちょっと、あの、強烈なやつがいるんでしょうって思った方がいいので、まず、あの、狙うとしたら、えー、店に検証はがきがあって、えー、うなぎが置いてあって、で、えー、そうね、営業時間は、前回の、 私クリスマスケーキ当てた時はあのー、別に営業時間の長い短いは関係なかったですねで利便性が悪いところの方がいいんじゃねえかとかっていうのも思ったりとかしたんだけど稲毛は大半が駅から遠いですありえねえくらい遠い店とかがありますあのー、け結構なんだろうあっ何これっていうところ バス,でバスでしか行けねえってバス乗ってまでバス乗ってまでこん買いに行く必要はないよいくらうなぎといえどもうな,うなぎはあの、うん、うなぎにおいては中国産と国産とあので味が大きく違って金額が高ければまあ無難な味ですよ安ければ安いほど 味はちょっっととイマイマチになってきたりとかしますで中国産の方が身が厚く泥臭くで国産の場合はあの私はね静岡のうなぎは骨が多いような気がするんですけど浜松とかも結構あのうなぎ有名じゃないで。浜松のうなぎは金額が高くて骨がちょっと気になるかなと。浜松のうなぎだったら 鹿児島のうなぎの方がいいんじゃないかなーってちょっと思ったりとかしてます。で、うん、うなぎの味っていうのはすごいなんか重要なのはタレでございまして、できればこのタレ、ちょっとな申し訳ない程度にしかついてないんですよ、これ。うなぎのタレが。なので、あの、美味しいうなぎ屋さんの,あのタレをですね、入手して、あの、 本当にクソまずいうなぎの場合はです。買って、スーパーで激安で売ってるクソまずいうなぎの場合は、タレを一回洗って、美味しいタレでトースターで焼く。うん。と、美味しくなると。うん。あと、酒を加えて、あの、美味しいタレで味、味を一回全部洗い流して、うなぎに、あの、美味しいうなぎのタレで、 トースターで焼くと美味しくなるとかっていうのを、うなぎ、クソまずいうなぎを美味しくするためにはとか、多分調べれば出てくると思います。ということでですね、本日は、うにゃーちゃれ、うにゃーちゃれを始めました。やってみました。という話をさせていただきました。そんなに熱くならなくてもいいよ。マジに。そんなに熱くなる必要はない検証で。この2000円を渡れる、僕、これ、これを取りに行くんだよ。わざわざ。 行けって言われたら、やだぜ、2000円のために、すんげえ遠い。し、もう、ちょっと、どこが遠いって、今、高くて、いないやです。くそ遠いなと思った。今、いや、こっからちょっと、立川まで来いとか言われても、ちょっと、きついでしょ。立川まで来いとか、白金も、まあまあ、ちょっときついよね。電車一本で行けんだよ。うちからだと。シャ、まあ、大井町線っていうなんか電車に乗って、なんか、どこだっけななんか、 あの旗舞台だっけな,な,んかなんか一本で行けるんだよなんかそこで乗ってたら出てくるなんか都営の電車であのなんか完結するみたいな感じであのいちいちなん,かなんか複雑に駅を変えたりとかしなくてもチューって行けるもうん、ワンチャン帰りあのストレートに帰ってくれる場合もあんじゃねえのみたいな。 なんか油断するとそのままなんか新横浜の方まで行っちゃう変な電車回ったりとかするんで油断禁物ですせみたいな感じではございますがうーんまあねそうね遠い稲毛屋で遠いはやっぱり葛飾の金町金町 あれはちょっとマジにちょっともうもう一回行けっちゅう言われてもあそこで車で行くにしてもう葛飾に車うってマジちょっと勘弁してくれよみたいなでかなあっちだっけなちょっと待ってみあの葛飾まで行ってあそこの駅まで行ってからの駅まからがむちゃくちゃ遠いんだよ理科大の前にある稲毛屋 あそこで受け取れますかって言ったら、やだぜ、2000円。これを取りに、多分交通費がむちゃくちゃかかると思うんだそこまで行くと。千代田線かなんかの、もうちょっと茨城に入るんじゃねえの茨城だっけな栃木だっけなあ、多分栃木があれか、うちの東急、東急が果てになると栃木で、千代田線は 茨城なんだよ、うん、あ,っあっちの方う電車がさもうまずんかあのあの駅から歩くあの行程をもう一回思い出すとちょっとまずいくいらいうなチゃれといえどもちょっと無理だなやめた方がいいなぐらいな感じになるのであのそんな無理しなくてもいいと思います。あ賢くやっていきましょうということで本日もご視聴ありがとうございました